だねだね不思議なたっくんです。いやーみんなついに買っちゃったよ、ずっと欲しかったもの。ババーンとね、ナノブロックミニポケットモンスター03、あのよく見るナノブロック、それの小さいポケモンのものとなってます。全12種類となってます。カメックス、不思議花、サンダース、シャワーズ、ブースター、メノクラゲ、マダツゴミ、ポッポ、ミニリュウ、ビードル、ハイパーボール、そしてシークレットでございます。まあ、正直全12種類の中何が当たっても嬉しいんだけど、あえて言うなら不思議花かブースターかシャワーズ、この3種類だね。あとね、忘れてた、なんといってもねシークレット、これはもう欲しいっていうより何が出るんだろうっていうワクワクの方がすごいでかいですね。今回ね1個だけじゃないです。じゃじゃーん、これをね5個買ってきました。早速開けて作っていきたいと思います。それじゃあね、まず1個目開けていくよ。お、切り取り線があるから切り取り線に沿って切りましょう。ハサミはいらないみたい。オレンジ色が見えるってことは、まあ、なんとなく色でわかるんだけど、この素の状態だと何が当たったかってねパッとわかんないよね。はい、ということで当たったのはブースターでした。まあオレンジ色だったからね。欲しかったブースターが一発目から当たってくれたんで、これはなかなか幸先がいいスタートかもしれないね。さあ早速作っていきましょう。よいしょ。わー、思ってたよりもブロックがちょっと小さいというか細かい。で、説明書の通りに作っていきます。いや、そりゃそうだ。いやー細かいな、なかなか作業が。例えば小さい子とかいるお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかね、気をつけてやった方がいいかもしれない。飲み込んじゃったりとかね、本当に危ないんでね。うわー、びっくりした。クリーム色と白がちょっとね似てるから間違えて入れちゃいそうになるね。危ない危ない。ねえ見て、なんかねそれっぽくなってきたんじゃない？いい感じだ。今カメラにいい感じだへへってやってたら、自分がどこまで来んだか分かんなくなっちゃった。はい、ブースター完成しました。こんな感じでございます。すごいね、たったこれだけのブロックでブースターって表現できるんだね。はい、ちなみにね、パーツはなんかいくつか余分が出るみたいに作ってるみたいです。まあなくしちゃった時とかに便利だね。はい、それでは2個目開けていきます。いやー何が出るんだろうね2個目ね。こう触った感じもねバラバラになってるからわかんないんだよね。いやちょっと不思議花欲しいな。さあなんだろう、ん、なんか想像つかない、なんかいたっけ。あはははは。はい、2個目はねマダツボミが出ました。まさかのマダツボミ。では2個目マダツボミ作っていきます。マダツボミは体とかもこう左右均等とかじゃないから、ちょっと顔以外の部分もパーツが少ないから簡単かなと思ったけど、意外と難しめの子でしたね。あー、これなんかブロックをはめる段とか間違えちゃうとすごく大変そうな気がする。気が抜けないねこれは。慎重に行かないと。はい、ババーンとマダツボミも完成しました。はい、なんといってもね、あとマダツボミのねくねくね感を出すためにちょっとこうブロックをね左右非対称につけるのがちょっと大変でした。でもねなかなか可愛い。それではね3個目開けていきたいと思います。そろそろねちょっとね不思議花あたり欲しいなって感じ。あとねハイパーボールも気になるね。その3個目は何だろう。おお、これちょっとブロック多いぞ。ってことはカメックス。3つ目はカメックスが出ました。ブースターとマダツボミと比べてもかなりブロックの量が多いね。こうなんかバラバラになってるブロックを上からこの大きいブロックとかでグッて、ね、挟めて固めるときすごい気持ちいいです。1位2番を組み立てて土台ができたらあとは結構楽に組み立てられる。これこのパーツでどうやってこの甲羅の部分とかポンプの部分とかさ表現するんだろうね。そういう楽しみもあるよね、ナノブロックって。本当にこのバラバラの状態からどうやってこのポケモン作るんだろうとか、どうやってこの乗り物作るんだろうとかっていうのあると思うんだよね。見て、ここにはめるって書いてあるから多分ここで出てきたんだね。すげーってなった瞬間でした。はーい、カメックス完成しました。いやーこれね一番パーツ多かったし今まで作ってきた中で一番難しかったね。でもちゃんと甲羅とポンプの部分も表現されててとてもかっこいいです。4つ目開けていきたいと思います。そろそろねもうシークレット見たいなって感じです。いやーワクワクだね。じゃあちょっと目つぶって触った感じで当ててみようかなって思います。これね、あ待って
目つぶって触ったところでこれブロックってみんな同じ形だから分かんないよね。これはポッポかビードルかな、ワンチャンシークレットの可能性もある。あっ、はい、4つ目はポッポが出ました。僕はね、一番最初にやったポケモンが緑版だったんだけどね、緑版の一番道路だね。頑張って育ててね、ピジョットまでにしました。うん、思い出深いポケモンの一匹でございます。一番コンパクトなナノブロックかもしれない、作ってて思った。はい、ポッポが完成しました。とってもね、小さいです。かなりコンパクトな感じでしたね。はい、そして残るは最後の1つ、5個目。いやー、もうシークレット欲しいね。シークレット、シークレット何なんだろうね、本当にね。シークレットよ、来い、ゴー。うおーい、これあれじゃない、あれじゃない、あれじゃない、じゃじゃーんとね、不思議花が出ました。いや、シークレットではないにしろ、欲しいって言ってた不思議花がね、最後に出てくれました。さっき最初にやったポケモンは緑版って話をしたから、もしや嬉しいですね。作っていきます。じゃらーんと、おお、やっぱ思ってたけど、パーツの量はカメックスと同じぐらい、もしくはそれ以上に多いかもしれないです。とても大変な1、2番が終わりました。さあ、ここまで来たらもう安心だぜ。うわあ、このピンク色の花びらの部分を作るのとっても大変。やばい。もうまだつぼみの左右非対称の部分どころの話じゃないかも、これ。わあ、大変だ。はーい、不思議花完成しました。イエーイ。花びらの部分、ここかなり難しかったですね。いや、でもうまくできてよかった。はい、じゃじゃんとね、5体ね。作り終わったんですけれども、そのままこう飾ってもとっても可愛いんだけど、ついナノブロックの時計でございます。この時計の上にこうナノブロックをこうデコれる時計らしいんですよ。なんでね、早速デコってというか、まあ上にこう乗っけて可愛い時計にしていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。よいしょ、よいしょ、乗せ。はい、じゃあこのお人形さんはポケモンブリーダーっていう設定にします。なぜならエプロンがついてるから。ここにいて、こうポケモンたちに、さあみんな、そろそろポケモンフード食べる時間だよ。不思議花が一番食いしん坊、一番なりで食べたいよ。マダツボミもいっぱいご飯を食べて強くなりたいと思ってるから、マダツボミもその次に続きます。ブースターはクールだから、ここでこう自分のことをやっていると。でカメックスはもうご飯っていうよりは、僕はもうね、瞑想することが大事なんだっていうね、真ん中で。はい。どうかな、ちょっとこの一場面にね、ストーリーをちょっと散りばめてみたんだけれども、なかなかいい感じに並んだんじゃないかなって感じです。結構土台がしっかりしてるんで、強めにギュッて入れても全然問題なく入れることができました。もうしっかりくっついてるんで、どんなに振っても落ちないっていうね。この辺にこういろんなのをつけたりとか、綺麗にしてもいいかもしれないね。はい、それではね、ポケモンのナノブロック可愛いな、私も買ってみたいな、僕も買ってみたいなって思った方はぜひ高評価、それにチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。このポケモンなんだ、丸くて大きな体が見えるね。発電所にたくさん現れるよ。電気を食べてしまうから停電に気をつけなきゃね。正解はマルマインでした。みんなわかったかな。チャンネル登録はこちらから。僕たちにやってほしいことがありましたら、ぜひぜひ募集しております。コメント欄に書き込んでね。